そう、グリップエンドをこっちに向けるようにね。難しいでしょ。でこうやってるけどちゃんとクラブをこう立てた方がいい。そう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 、そうそう、そういうこと、そういうこと。で実際コース行った時にね、コース行った時に本当にドライバーがひん曲がっちゃったら、こんなところで打たなきゃいけない時も出てくるわけよ。この時にえーなんて当てに行ったら絶対当たんないのね。こういう時に本当にパンってこうクラブを振ったら地面に届くのね。一回やってみようか。ちょっと靴脱いで、これはね本当にぜひね、あの三橋 TV のユーザーの方もあのご自宅でもいいので、こうちょっと高い椅子に乗ってですね、クラブを振って本当に地面が擦れるのかどうか、はい、ちょっと一回やってみよう。はい、普通に持っていいよ、はい、で構えて普通に地面をちゃんと擦ってください。どうぞ。こう結構大変じゃない、地面擦るのって。もう一回、これ当たんないでしょ。これがコースで起きるわけよ。じゃあなんで当たらないかっていうと、当てようとするから当たらないよね。構えてもらっていい。これをこう上げて下に開放すれば絶対当たるのね。わかる。そう、そうやって振れば当たるのね。だからこの力を下に入れるっていう、クラブは下ろすものだから当てに行くもんじゃないから、下ろすって作業ができたら、こんな休憩車でも、今コース行ったら多分チョロするけど、これを覚えればこんな休憩車でもちゃんと行く。でドライバーが左に曲がるタイプだから、こういう場面絶対来るのね。その時に今の練習をしておくと苦になくラフからでも打てるから、ちょっとこういうのを少し練習に入れた方がいいと思う。まあ、ですので本当に練習場でもですね、やっぱりこう工夫をすればやっぱりこういろんな傾斜の練習もできますし、特に今日やってるつま先下がりっていうのは本当にクラブを効率よくしっかりとこう開放していかないと、まともに球に、おうまい、おめっちゃいいじゃん、その感じだよ。最初と違くない？最初こう当てにいってたでしょ。あれは本当のつま先下がりは当たんないから、ちょっとこういう練習をしてください。なのでこういう練習するとクラブの本当に扱い方っていうのがちょっと分かってくるんで、まだね、ちょっとね、結果を気にするんだよね。結果は無視、もう目の前を通過させることに専念する。 OK、 ただめっちゃ打ちやすくない？これクラブ打ちやすいでしょ、はい、実はお母さんが僕の小学生の幼なじみで、お母さんから、じゃあ三橋君ちょっと悪いけど娘のクラブ買えるの付き合ってよって言われて、実は僕がわざわざ買いに行ってきました。ステルスグロールです、はい、うまい。そう、結果は気にしなくていいからね。まだね、ちょっとね、動きすぎかな。もっとコンパクトでいいね。そうそう、もっとコンパクトでいい。そう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 、うまい、そのぐらいでいい。うまい、うまい、うん、相当うまい、うん、うまいね、本当にうまいよ本当にうまい。なんかさ、その方が打てるでしょ。なんでだと思う？そう、要するにもともとほら前にも言ったけど野球やってたじゃん。だからこう手元がもともと先行しすぎちゃうタイプなのね。でつま先下がりって手元が先行したら地面にクラブ当たらないんだ。だからクラブを下ろす作業を絶対しないといけないのね。だからクラブ短く持った方がクラブを下ろす時の感覚が分かりやすいからめちゃくちゃ当たるの。でこれをやっといて今度同じように長く持っても今のこのリリース感をちゃんと身につければ普通に持ってもちゃんと打てるから、しばらくは手が先行しすぎる癖をこの短く持つことによって先行したらトップするっていう練習をしてるとクラブが勝手に振れるようになってる。そう、慣れてきたら、そう、ちょっと長く持ってもいいかなって感じだね。でも現場に行ったらさっきの平らなとこなんか一箇所もないから、ほとんどが今みたいな振り方をしなきゃいけないケースが
たくさんあるのね。もう気持ちよくパーンってこう触れるところの方がむしろ少ないから、この練習を多めにしてた方がコース行った時はあんまり変なことにはならないかなって気がする。右がないもんな、そっちの方がな気持ちいい。だから野球でもさ、やっぱりさ、こう短く持つバッターもいいんじゃん。やっぱミートをしっかり心がけるとか、だからそういう感覚だよね。まあないでしょ。ジン君、全然リリースしてないよ。全然届いてないもん。そう、もうやっぱりジン君もちょっとあれだな。ちょっと靴脱いで。はい、じゃあこの上乗って。で今日いい？ここにコイン置いとくから、はい、構えて。長く持っていいよ。はい。はい、このコイン飛ばせたら帰っていいわ。もうちょっとこっち行こうか、危ないから。ちょっと一回降りて。そう。はい。はい、構えて。これちょっとゲームセンターのコインだけど、このコインを飛ばせたら帰っていい。はい、行こう。それはなんかインチキ臭いけどちゃんと振ってね、はい、飛ばない飛ばない、全然飛ばない、全然当たんないよ。当たんないでしょ。当たんないと、うん、まあまあこれね全然関係ないんだけど、僕がゴルフ始めた頃ね、もう今から40年ぐらい前なんだけど、もうめちゃくちゃ貧乏で、練習場なんか月に1回も借りなかったのね。で僕ん家八百屋さんなんだけど、お店親父に手伝いって言われて、まあ毎日店手伝わされてたんだけど、そうするとまあ1日その当時50円とか小遣いもらえたわけで、それを1ヶ月働くとまあ1500円になるじゃん。でその当時1500円で唯一神奈川県の僕が住んでるところに打ち放題っていうところがあったのね。そこの2500円を握りしめて練習してたんだけど、それ以外練習できないから、もうひたすらこのコインをサンドウェッジで打ってコップに入れるっていう練習をずーっとやってたのね、はい、ずーっとやってたんですよ。でサンドでコインをちゃんと打ってコップに入れるってすっごい難しいのね。だから僕は多分今アプローチがうまいんだと思うんですよ。でただしアスファルトは無理。畳のこのヘリのところ、ちょっと下柔らかいから、そこにコインを置いてサンドでコインをポンって打ってコップに入れるっていうのをずっと毎日やってたのね、うん、でもこれ今度やって、でそれやりすぎて畳裂いてまだまじ殴られるんだけど、そんなことやってたわけですよでこれ相当上手くなったわと思って、よしちょっとゴルフボールでやってみようと思ってね、打った瞬間にちょうど向こうにこんなでっかい水槽があったわけね、バーンっていって水がダーンってきて、2階でこっそり練習してたんだけど、水が全部起こして店の野菜にブワーってきて、親父がバカ野郎っつって俺のクラブ全部折るっていう、こういうねとんでもないエピソードがあるわけだからこのコインの練習を見ると、なんかその時の親父に全部こう折られた記憶がよみがえるんだけどまあでもそのぐらいこういうねちょっと薄っぺらいものをちゃんとリリースして当てるっていうのは、ここはちょっと下が硬いから難しいんだけど、ちょっとでも手がいってしまうとこういうものには当たらないのね。だから正しくちゃんと解放するっていう練習をするとね、非常にゴルフが上手くなるので、まあ怒られない程度にちょっとちっちゃいものをこう打つ、クラブを正しく打つって練習すると当てにいかなくなるから、ちょっともう一回やってみようか。そうそう、そうやって打つよね、そうやって打つよね、もう一回。そうでこの感じでちょっとボール打ってみて、そのまま裸足ですぐ行け。そう、OK、トップしないじゃん、はい、分かる。だから頭叩くときっていうのは絶対にこうリリースしてないのね、下を叩いてないの、うん、もう一回今のコインを打つつもりで、コインよりかはるかにでかいんだから、めっちゃうまいどういうことどういうことどういうこと、分かった、はい、ということです。はい、はい、ということで めっちゃ
まあ、アプローチ上手くなった。この間、こんなとこ教えたんです、アプローチ。下手すぎて。もともとの仕方だと絶対当たんないです。もともとの仕方やってみ。全然球上がんないですって。でも当たってる方がだけまだマシですけど、これ多分アマチュアの方ほぼ棒コインに当たらないんで、これちゃんと上に飛びます。当時はうちの家の隣がゲームセンターで、ゲームセンターでたまにコインとか落ちてるの、拾いに行くと。そのコインでこれが、でも本当にやってた時はフローリングに近いところからでもちゃんと上げられたんだ。鋭角に入れるのとそのレベルに入れるのどっちなんですか？鋭角に入ったら無理です。鋭角に入ったら無理。適度な鋭角で、適度な角度でちゃんときっちり入らないと。ただ昔は今みたいなサンドウェッジじゃなかったんで、はいはい、結構スクープとかリンクスのマスターモデルとかだったので、はいはいはい、もうピタッてくっついてたじゃないですか、はいはい、今はちょっとバンスがあって、はいはい、ちょっと浮いてるから、はいはい、今のはちょっと難しい。ローバンスの方がやりやすいやりやすいと思います。